はい、こんにちは、スレトルトと申します。ママに会いたい実況プレイ始めていきたいと思います。前回はエンディングを見ることができまして、ものすごくいい話でした。まあ、6人兄弟なんですが、まあ、1番目、2番目、3番目、4番目はママにとっては産みたくない子供だったと。そしてまあママによって殺されてしまったって感じなんだけど、まあ、5番目と6番目は双子で、でその5番目と6番目の子供だけはママが産んでもいいと思えるような子供だったっていうことですね。しかし、まあ度重なる堕胎によって、お母さんの命が危ないので、双子を産むことはできないということで、5番目のお兄ちゃんが犠牲になって、6番目の主人公が生まれたという、そういったエンディングを見ました。それがエンディング2だったんですけど、他にもエンディングがまだ3種類ぐらいあるので、今回はそれをちょっと回収していこうかなと思います。でエンディングの分岐の条件なんだけど、ここやっぱりここが怪しいかな。これ主人公の手を探してるんだけど、でも今の状態じゃ探せないから、1番目のお兄ちゃん、それとも2番目のお姉ちゃん、あと3番目のお姉兄ちゃん、誰かに手伝ってもらえば。でこれね、前回このお姉ちゃんに手伝ってもらったんですよ。俺がちょっとなんとなくお気に入りだったので、お姉ちゃん唯一のお姉ちゃんだな。まあ、3番目もお姉ちゃんだけど、なので今回はちょっとここで別のエンディング見れるので、3番目のお姉兄ちゃんから見ていこうかな。そうするとお姉兄ちゃんが助けに来てくれると。おや、そこで何をしているんですか。お姉兄ちゃん、あのね、今僕の腕を探してるんだ。お姉ちゃんは腕を見つけてくれなかったよね。でも腕がなくて探せないから、手伝ってくれないかな。その、手伝ってもらってばっかで、ごめんなさい。ふふ、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。そもそも私は、あなたに助けてもらった身なので、むしろこちらから手伝わせていただきたいです。ありがとう。じゃあこの箱の中なんだけど、わかりました。お任せください。ここの箱は前回だともう探すことは一度もなかったからね。そもそも本当に入ってるのかっていう話ですよ。あ、なに？これは、もしかして。もしかしなくてもこれは、あ、弟さんの腕ですね。弟さんの腕？溶け始めているようです。俺の腕ってことか。もうダメってことかな。なんというかその、仕方ないよ。でもどうしてこんなところに入れられていたんだろう。変なの。4番目の方の仕業でしょうか。お兄さんの足も隠していたようですし、確信できる証拠ないですけど。とりあえず、お姉ちゃん手伝ってくれてありがとう。じゃあ、私も何か方法を探してみますね。これで、このお姉兄ちゃんを選ぶと、まあ、お姉兄ちゃんのエンディングみたいなのに行くっぽいんですよね。やっぱ腕は手に入れることはできなかったってことなのかな。確かにここの一覧の中に、あ、でも腕、そっか、これはお兄ちゃんにもらった、お兄ちゃんに最後腕もらうから、腕は手に入らないでいいんだな。どうだ、何か成果あったか。僕の腕はあったんだけど、溶けかけてた。おいおい、マジか。溶けちまうとくっつかなくなっちまう。急いで溶けかけのやつ持ってこい。まだ大丈夫なの？ないことには何もできねえだろ。とりあえず持ってこい。話はそれからだ。わかった、お姉兄ちゃんに頼んで持ってくる。なんとかなる可能性あんのかな。エンディングによっても全然違うのかな。この記憶2が大事なセーブデータなので、前回も大事なセーブデータ残しておいたんだけど、上書きしちゃったっぽくてさ、ちょっと初めからやり直す羽目になっちゃったので、エンディング、セーブ2だけは一切触れないようにしよう。頼むってことは、お姉兄ちゃん多分こっちの方にいると思うんだよ。邪魔なんだよ、お前。こいつは何なんだよ。煽ってくるやつ。ただ煽ってるだけなのかな。やーい、脳なし、みたいな。もう脳みそあるんだけどね。とりあえず、お姉兄ちゃんの、お姉兄ちゃん、ここら辺にいる、いた！お、目玉と喋ってる！やっぱ全然違う。あれ？目玉さんがここにいるの珍しいね。これ、フォースだよ。4番目だよ。あと、お姉兄ちゃんも、どうしたの？あ、どうも、弟さん。実は私、気になることがありまして。目玉さんに聞いているんですが、すぐ黙るんですよ。
この通り黙秘するんです。否定するわけじゃないのですが、肯定するわけでもなく、困りました。何を聞きたいの？4番目の方のことについてです。私が思うに4番目の方は目玉さんのことだと思う。おー、すごい。おね兄ちゃん真実にたどり着いてる。目玉さんが4番目？奇形で生まれてきたんだよな。でもおかしくない？この姿じゃ。弟さん、姿がおかしいのは私も一緒ですよ。あ、言われてみればそうだね。でも目玉さんは僕らと同じ姿じゃないよ。私たちとは違う姿のものとくっついた。と考えたらわかりますか？僕らと違う姿で他にくっつく。そうだな、くっついたもの同士だもんな。もしかして監視とくっついたってこと？まさかそんな。目玉さん、私にはともかく弟さんには必要あると思いますよ。彼女が3番目が見た4番目のことがあなたで間違いないのであれば、なぜ彼らの体を隠したのでしょうか？その前にどうして奪ったのですか？これは2番目に頼まれたんだよな。目玉さん、本当に僕らの手足を隠したのは目玉さんなの？だったら知りたいな。お、喋るか。確かに隠したのは私たちです。しかし指示をしたのは2番目です。2番目？お姉様のことですね。なぜそんな指示を？もともと5番目と6番目を同時に殺してほしいと言われました。理由はママに合わせないため。ママに合わせないため？なんで？それだとおかしいことがありますよ。それならなぜ人思いに殺さなかったのか。確かに4番目と融合した今の私は手足を少しずつちぎることができる程度です。なので少しずつちぎっていって同時に殺す予定でした。しかし隠し場所がバレてしまったようですね。お姉ちゃんが目玉さんに言ったんだね。お姉ちゃんにちゃんと聞いてくるよ。じゃないと今の僕納得できない。僕はお兄ちゃんとママに会いに行くって約束したから。弟さん、待ってください。私も行きます。監視と融合したことで監視の力は弱まってんだな。奇形って目が人、あ、やっぱそうだ。それが幸せとは限らないよ。二人同時に生まれることが、え？こんな時に監視が来るなんて。弟さん、一旦落ち着きましょう。とりあえずどこか部屋に隠れるべきです。うん、そうだね。あら、早くこちらへ逃げましょう。こっち？左？よし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 。奇形で生まれたってあれなのか。4番目は目が一つしかないんだね。何これ、塞がってる。何が起きているのでしょう。奥の部屋なら開いているかもしれません。奥の方に行ってみましょう。うん。もしかして眠いですか？でしたらここにいるのは危険です。うん、でもお兄ちゃんと私は監視が現れないように見張っています。弟さんは早く奥の部屋へ避難してください。うん、わかった。目玉の部屋に行けなくなってんだな。ちょっと歩きがすげえ遅い。なんか眠くなってる。なんでだろう。俺話してる内容変わるかな。あー、なんかすごく動きが遅い。5番目の子は双子だったけれど、私の体はもう二人も抱えられない。せめて二人一緒にバイバイ。なるほどね。ゆっくり動くな。ここがお兄ちゃんの部屋。あ、わあ、やばい、監視。うわ、え、あの輪っかのやつ、監視のやつじゃない。もしかしてこっちのエンディングってもうバット、モロバットなんだ。はあ、そういうことなのか。じゃあ俺一番初めの段階で、あの2番目のお姉ちゃんに選んで、2番目のお兄ちゃんの気持ちを、お姉ちゃんの気持ちをいきなり知れたから、
最後の方まで行けたけど、せめて一緒に。うわー、こっちはもう完全なバッドエンディングになるんだな。このタイトル画面のなんか目の向きとか変わってる感じするね。目が赤色だな。記憶に、これ大事なセーブデータね。なるほど、そうか。じゃあ一番初め結構いいエンディングにいきなりたどり着けてはいたんですね。あれ拾ってないな。これね、あのエンディング2の向こう側、続きに行くには、ここあれまだこの段階で拾えないのかな。ここにさ、なんかあったじゃん。これ拾うのも大事っぽいんだけど、たまたま一番初めのルートでは拾うことができたけど、これもバットですね、多分。じゃあ血の跡を見てみると、ここに何かあると思うんだけど、腕がないと探せないな。あれ、ちょっと待って、なんでだろう。お兄ちゃんと喋れてないのかな。まずちょっとお兄ちゃんと喋ってから、俺らの体って結構便利だよな。関心ちぎられたとしても、時計切らなければ、大体はくっつくからな。でも、大部分取られるとすぐ溶けるよな。関心に持っていかれた体は、どこに行くんだろうな。確かにどこに行くんだろう。僕の腕どこかにあるのかな。俺の足が完全にくっついたら、俺もお前の腕探すよ。出てこなかった場合は、大丈夫、なくてもきっとママに会えるよ。そうだな、何か方法があるまで気長に考えようか。そして一緒にママに会いに行こうな。うん、双子だもん、一緒に行こうね。約束だよ。ああ、約束な。これを聞けば、バッドエンド、多分バッドエンドなんだろうな。一番上のお兄ちゃんに探してもらうっていうルート。なるほど、やっぱお姉ちゃんが最重要人物だったんだね。セカンド、2番目が。これで一番目のお兄ちゃんに手伝ってもらう。ダメそう。あは、そんなとこで何してんだ。かくれんぼの続きでもやるつもりか。お兄ちゃん、かくれんぼはしないかな。なんだよ、しないのかよ。宝探ししてるんだ。僕の腕なんだけど。何それ、楽しそうじゃん。5番目の足の次はお前の腕探しか。いいぜ、協力するんで。何するんだ。この箱の中が気になって。ほう、まずはこの箱ってわけだ。よーし。でも1番目のお兄ちゃんはさ、事情を知ってますから。2番目のこの事情。わっ、お兄ちゃん見えないよ。うるせえ、お前見るな。見たら隠れも100回の刑な。理不尽だ。意外に優しいな。ちょっと中に何があったの。お前が見るのはまだ早いな。ハードなドスケベグッズがあったわ。ドスケベグッズ、一体どんな。まだ知らなくていいっつーの。とりあえずお前の腕は入ってなかったぜ。そっか、手伝ってくれてありがとう。お兄ちゃんのところに戻ってみるね。おう、頑張れよ。まだダメだった。ここはもういいかな。この段階でここを調べられたりするんだっけな。うにょうにょ的なやつは取れないんだな、この段階だと。多分これバッドエンドになるよね、さっきの感じだと。まあ、もうちょっと後半まで進める可能性は。あれ、いない。あれあれ、お兄ちゃんどこに行ったんだろう。どうした。まあ、足はつけたから、記憶には大事。足はつけたから動けるはずではあるけど。え？なんかみんな死んでる。タネさん、どうしたの？返事してよ。そんな、え？中が暗くて見えない。え？これお兄ちゃんがやったの？急に殺意の波動に目覚めたの？あのうざかったやつも死んでるじゃん。それは嬉しいけど、彼は素敵な人だった。私にはないものをたくさん持っていた。ないもの持ってたけど、違うんだよな。あ、お兄ちゃん。
ああ、お前か。橋は大丈夫なの？あ、ああ、もうしっかりくっついたぜ。鳴らすついでに少し散歩してたんだ。初めて動いたな、ちゃんと一人で、お兄ちゃんが。じゃあそっか、そっか、じゃあ一緒に腕探そう。ああ、そのことなんだが、お前の腕見つけたぜ。え、本当に？どこにあったの？こっちだ、ついてこい。ちょっと、お兄ちゃんどうした？これがあなたの願いならば、ごめんなさい。ママ。ん？ねえ、お兄ちゃん。本当にこっちに僕の腕があったの？あの段ボールの中のドスケベグッズとして、あっちにあるはずなのに腕は。こんなところ一度も来たことないよ。ああ、お前は来たことないな。でも俺は来たことがある。だから安心しろ。うん。ええー、お兄ちゃん、なんでずっと顔そらしているんだろう。これお兄ちゃん生まれようとするんじゃないの？こっちを殺して。あれ？このあたりぬかるんでる。どうしよう。このままじゃ倒れそう。お兄ちゃん動けないよ。お兄ちゃんね。どこに行ったの？お兄ちゃん。うわ、雨降ってきた。何か降ってきた。雨？全身が痛い。何これ？これ傘がないと死んじゃうんだよ。溶けてる？ママ。これお兄ちゃんの仕業じゃん。え？今の手は？どういうことなんだろう。今の手はなんだ？お兄ちゃんが今の仕組んだみたいなことなんですかね。エンディング1、四角。この四角、エンディング1で、お姉ちゃんが、2番目のお姉ちゃんが、4番目の監視に、頼んでることは1番目のエンディングでは分からない。だから今殺したのが監視ってことなのかな。で、2番目だと気づくけどダメでした。で、2番目はお姉ちゃん。お姉ちゃんに話しかけるから、エンディング2だと。話しかけるから全ての真相が分かって生まれることができた。で、エンディング3、は、まあ、気づいたけどダメ。みたいなことなのかな。で、エンディング2の後は続きがあるんですよ。まあ、それは、選択肢とか、あと、手に入れてないアイテムを2個手に入れる。隠しアイテムみたいなのを2個手に入れると、エンディング2の続き。まあまあ、生まれた後の続きってことなんですかね。が見れるっぽいので、うん。とりあえず、次回はその新エンディングを目指して、やっていこうかなと思います。次回が最終回になるかもしれません。とりあえず今回はエンディングを2個回収しました。ご視聴ありがとうございました。次回、ママに会いたい。おそらく最終回になります。とても深いゲームですね。まあ、バッドエンドから回収すること失敗したなって俺ちょっと思ってんだけどね。もう俺基本的にバッドエンド回収してトゥルーエンドダーンっていきたいタイプなんだけど、ちょっと順番が逆になってしまいましたね。今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。レトルトさーん。